ナミタシゲ10月22日から1961年2月3日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。広島県出身、ナミタ昭衛門の逸豆夫として生まれる。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年11月陸軍士官学校を卒業。翌年6月、 不評少尉に任官し、不評三39連隊付となる。1919年11月、陸軍大学校を卒業した。不評三39連隊中隊長、参謀本部付勤務、関東軍参謀部付関東軍参謀、不評第30連隊大隊長、第17師団参謀、教育総幹部会員などを経て、1925年12月から1年間、 陸大専攻学生として学んだ。陸軍省軍務局会員を経て、1930年8月、不評大佐に昇進し、陸軍不評学校教官となる。不評第41連隊長、天津中東不評隊長、第9師団参謀長などを歴任し、1935年3月、陸軍省省に進級。不評第3旅団長、第10師団司令部付け。 台湾混成旅団長を歴任し、1938年3月、陸軍中将に進んだ。1938年11月、長古本受験後に、第19師団長に、親保され、朝鮮半島に駐留。1940年9月、第5軍司令官となり、満州に赴任。参謀本部付を経て1941年12月、予備役に編入された。 1942年5月、朝鮮連盟事務局総長に就任。ありがとうございます。